まず今日の結果はどうでしたか。ですね、日立と、基本的な、まあ、合意に向けて、そうですね、妥結点が、まあ、見えたというところです。はい、具体的にはどういったことなんでしょうか。要するに彼らの、逸失利益といいますか、まあ、それに対する保証を、まあ、日立が責任を持ってするということになります。まあ、大筋合意ということですが、今のお気持ちはどうですか。心配したことがちょっと感じてます。で、この今の問題はちょっと不安になって。不安っていうのはどういったところが不安ですか。何も仕事してないから、なんかインカムとかまだちょっと足りない。